皆さんこんにちは、深田英里です。今回はお酒ね、飲みながらお話したいと思います。お酒飲んだ方がぶっちゃけってこともねあると思うので、気軽にゆるくやっていこうと思います。生まれ変わったら何になりたいですか？動物になりたいですね。悩まなくてもいい。甘き物みたいになりたいな。スタイルキープの方法、私は現場の時は一日ラムネです。今後どうなっていきたいですか？海外に行ってお仕事なんかしたいです。どうしたら色気が出るんでしょう？胸の開いた服を着ると色気が出るよ。好きなカードを教えてください。ジョイ、フェラ好きですか？AV 女優だからフェラがみんな好きだと思うのよ。好きだよ。ホロ湯ですか？ホロ湯です。フェラっていうの好き。彼氏に求める条件は、時間をしっかり守る人、約束ちゃんと守る人、ドタキャンしない人、眼球舐めない人。お酒のおつまみは何が好きですか？チータラ。愛って何ですか？恋はキュンキュンする感じで、愛は信頼。メガネはどこのですか？これはアルタの地下1階。今まで一番努力したことは何ですか？ダイエットかな。両親はエイミちゃんの職業を知ってるんですか？知ってますよ。やる前にバレましたね。勝負下着は持ってますか？サルート。見た目が高級だから好きかな。好きなアニメ、僕は友達が少ない MM、 あの花、リゼロ。どんな香水持ってますか？ネロリ持ってます。どうしたらオタを卒業できますか？みんなよオタレ。私もなんかコメントで隠しきれないオタ感ってもらってるけど、話し方がすごい多分オタクなんだ、隠しきれてなかったんだよね。みんなすごいね。電話って気持ちいいですか？バカ野郎。気持ちいいよ。一人エッチは週に何回しますか？5-6回ぐらい。 YouTube は初めて変わったことは何ですか？女の子とかにも多く見てもらえること。私のイベントってエッチな DV で買わないと会えないのよ。その女の子がエッチな DV で買えないから、 YouTube とかはいろんな人とかに見てもらえるのかなって。 AV 女優をしてる上で最も気をつけてることは何ですか？音。あとやっぱ腰の動きとかを研究してみるといいかもしれないよ。なぜ AV 女優になると思ったんですか？足の長さは何センチですか？ 24.5。 身長は何センチですか？ 158センチです。感じるときはアルコールあった方がいいですか、ない方がいいですか？女性はあっても問題はないんだけど、男性はあんま飲みすぎると生きにくいっていうから、あんま飲みすぎない方がいいんじゃないかな。童貞卒業の方法。そう。毛の処理はどうやってやってますか？鏡見ながらハサミで切ったりしてます。恋の駆け引きが苦手です。アドバイスください。会いたいとかしたかったらしたいって言っちゃっていいと思います。常に声はストレート。頑張ってね。仕事のためにしていることは何ですか？肌のケアですかね。自分の動画は見ますか？今100何十本もあるから見てないですね。最初は普通に購入してみてました。彼女を喜ばせる方法は何ですか？常に毎日ちゃんと可愛いとか好きだよっていう言葉を言ったりとか、ちゃんと好きに尻尾を取ってあげることかな。年上の素人童貞はありですか？全然あり。デビュー当時の心境と今の変化。全然眠れなかったし、男性のおかずになるのかなっていう意味で泣いちゃったんだけど、今は全然たくましく生きてますよ。コラボしてみたい YouTuber さんいますか？キヨさんが大好きですね。中学校から見てたので会ってみたいけど絶対会えないんだろうなって思ってます。どうすれば一緒にやれますか？やれると思うなよ。街で会ったらやらせてくれますか？エーペジョンやらないの。お金もらってやってるからやらないの。お金ちょうだい。男性の脱毛についてどう思いますか？強く推奨します。できればツルツルの方が絡みつきやすいです。1日最高で何回撮影してますか？1本ですね。せっせは2回か3回。マグロの彼女について、感じてればそれでいいと思います。してるから声出すっていう観念がおかしい。ちゃんとそういうのもちゃんと愛してあげてください。英語話せますか？ I am セクシー。美尻の秘訣、気上位。気上位筋だよ。
かお気に入りの漫画を教えてください。モグラの歌ってやつだった気がする。影狂い好きだったね。撮影で本当に感じてるんですか？あの見せる仕事だから何とも言えないけど、気持ちいいのがほとんどだと思いますよ。私は今中学生なのですが、一人でやるのはおかしいですかね？一人でやっていいと思うよ。私中学生全然バンバンやってたよ。電動歯ブラシでやってたよ。お持ち帰りされる方法、こういう格好したらいいと思う。めっちゃ酔った気がするんだけど、すっごい顔赤くない？悪口を毎日言われてます。対処方法を教えてください。私も昔悪口とか簡単に受け止めちゃってたけど、それがなんか逆効果だったっていうのもあって、守ってあげるっていうのも一つの手なのかもしれない。そういう風に言われたら嫌だよねみたいな、分かっちゃうみたいな方が良かったのかなって思ったり、でも本当にキモい、うざいとかそういう感じだったら逃げていいと思います。それに戦う必要もないし、授業に別に出なくても自分で一人の空間を作って一人で勉強したりとかした方がいいと思います。生理痛とかってありますか？ちょっとお腹痛くなるぐらいかな。好きな男性のタイプ、好きな男性のタイプは真面目、話とかこうつなげてくれる人が好きですね。精子ってどんな味？味、精子あれ飲むもんじゃないから。領域展開してください。領域展開。苦手な食べ物、七味です。正常位するときにうまく挿入できません。今年でください。普通に夢でちゃんと確認してね。女性ファンについてどう思いますか？私の動画見てる人ほとんど童貞だからさ、女性ファンって本当にありがたいです。ありがとう。リミさん、プライベートではどこに行くことが多いですか？でも洋服とかだと渋谷が多いかな。よく妄想するシチュエーション、高速とかレイプで無理やりみたいな、なんかそういう系が好きですね。パイパンにする予定はありますか？ないですね。処女役ができなくなっちゃうんで。短期な彼氏どう思いますか？私も切れちゃうかもしれない。女性はホルモンの動きが激しいから、月に4回ぐらいせっかく変わるって言われてるんだけど、切れやすかったりするから、やっぱ男性はやっぱそこは、がっしり構えてる方がいいと思う。好きな女の子のタイプ、笑顔の子が好きですね。常にエイミーめっちゃ大好きです。ありがとう。酔っ払った。好きな番組は何ですか？世界の果てまで行ってきるかな。何歳ですか？3月で23になります。撮影あるある、紙コップにお水が入れてあって飲んだらローションだった。僕のこと好きですか？好きだよ。母乳出ますか？出ねえよバカ。好きなほくろはどこにある？ほくろですか？ここにある胸のほくろが好きです。 YouTube 見てます。ありがとう。えみちゃんキスして。 AV の現場で一番遠かった撮影場所はどこですか？でも東京大変だった気がするけど、片道2時間くらいかかったな。寝る前何してますか？スマホいじってます。どこで会えますか？イベントとかかな。女性いろんな場面の本音、大丈夫って言ったけど大丈夫じゃないっていうか、本当だね。やっぱ直接会ってこうハグしてあげるなり、あの電話してあげるなり、声を聞かせてあげましょう。テキーラショットで最高何杯いきますか？テキーラ無理なんだよね。何歳から AV に興味があったんですか？まあ17ぐらいからかな。シバニャンのこと好き、いや普通。高校生の時の夢は何ですか？イルカショーの飼育員とか。スタバで好きなメニューはマンゴーフラペチーノです。 JK の頃スカート短くしたの。めっちゃ短くしてた。めっちゃ先生がいない時短くしたりとかして、なんかもう若めちゃんみたいな感じになってたね。なんかそれはそれでちょっとダサかったね。やるのがうまい人に好きになったりしますか？まあうまいのに越したことないと思うよ。内容教えてください。教えない。何カップ？ F か G。 彼氏が元カノと連絡取るの許せます？あー、いや、やだな。私やだ。テイラーで意識してることは？音。博多ラーメン食べたことありますか？あるよ。酔った女の子の誘い方を教えてください。グループで飲んでていろんな子に可愛いね、可愛いねとかすごいねとか口説いてたらさ、絶対女の子見てるから、私ってなんか特別じゃないんだなって思っちゃうから、もうターゲット決めたら、その子って決めて、その子をちゃんと口説くっていうのが大事かな。ピンポはどの大きさが好きですか？こんぐらいかな。まあこんな感じかな。まあ多分100いってるでしょ。100いってなくてもいいや。やばい、もう完全酔っ払いましたね。やばいです、もう体が、あのすごい熱いですね。もうちょっとこれで終わりにします。まあまあ多分100いってると思うんで、これくらいで終わりにします。じゃあ、またよろしくお願いします。